京都も昔はね、あの高い建物いたらみんな雷が鳴って。
ね。あとです。どうぞ。おはようございます。どうぞ。横断歩道の方からお願いいたします。
放題だし。場所も知らんで。あ、そうじゃん。受験票だけあったんで。はい。いらっしゃい。ただの、もしやりすぎやったらあれなんですけど、ちょっとだけ2000円ずつだけ頑張ってもらうと、でさっき言ったように、もう半分抜けますよ。片手ね。そうじゃないと。
るの難しかった。
はい、やんないといけないじゃん。やんないとやんない。
になりますThank you.
Wow.